今晩ルクルク、川崎市、横浜市など20刑場、疑惑に対する弁明書が発表され、浅野市議やみんなの反応、この先の展開予想など、お伝えさせていただきます。弁明書の詳細は一つ前の動画をご視聴ください。ざっくり説明すると、二重刑場とされている部分は、概念により違うところに刑場しているんだ。その概念を理解して初めてこの報告書が読み解けるんだ。貴様には概念を理解できぬであろう。そのようなものは名誉毀損という裁きに値する。何時らは黙っておれ、それが賢明じゃという世界解釈をしてみました。それに対して浅野市議の反応は、コラボ弁護団より公金の二重受給という事実誤認についてという声明が発表されたようです。不正会計疑惑が晴れるかと思い期待したのですが、全く説明をいただいておらずがっかりしました。このような回りくどい声明ではなく、私の質問にお答えいただければすっきり疑惑は解明されます。ちなみに私に直接の返信はいただいておりません。詳しくは今後動画でご説明いたします。浅野市議の質問は、これが報告書のどの項目で計上してるのかという質問。これがコラボのアンサーだとすると、概念を理解していないあなたには見つけられません。説明もしませんが、これ以上言うなら訴えますのでよろしく。川崎市からも支給もらっといて、市議にこれやで、子供が親にお菓子買うからお小遣いもらって、おじいちゃんにもおねだりでもらったのに黙ってるのと同じやんけ。みんなの反応もご紹介していきましょう。お前ら自身で報告書はコラボ全体の数字って言うてたやん。その前提崩してどうするん？じゃあ、市から受け取った金どこに入れてんの？川崎の議員さん指摘されてますが、回答はされていないようです。気にしている人も多いと思いますので、ご回答よろしくお願いします。なんで、この人たちわかりやすく説明できないの？年間報告書のどこの集計に入れてるの？のこたえがどこにもなくない？わかる人いますか？支出した経費の内訳と請求書を突合すれば、二重請求したかどうかわかると思いますよ。ちゃんと請求書き出してくださいね。毎度のことですが、会計書類帳簿と領収書の付き合わせじゃなくて作文を出す意味がわからないです。川崎の件に関しては内訳書請求書をコラボが作成してるとのことなので、それがどの日目で計上されたのか、ウェブ報告書のここですと日目を示せばよいだけでしょ。ちょっと意味わからないですね。概念と言葉の理解が違うってわけわからないので、やり直してください。この文書はコラボの主張は正しい、なぜならコラボがそう言っているからだという循環論法になっている。正当な手続きにより出され、しかもその後通ることになる住民監査請求をリーガルマルラスメントとか対行政マルチカラとかエマルトクライムとか言ったりするのが、まさに用語概念の意味を正確に把握してない言動そのものだと思うよ。用語の声を探したのですが、今回はほぼない。この弁明書から解釈を読み取って今後の展開を予想すると、一同一人物で同じ記載でも概念が違うので、都と自治体で別々にもらっても問題ないという主張。例えるとアンマンもらうのに、都からアン、自治体から川で大きなアンマンです作戦。都と自治体に申請しているのは別人で、報告書の記載は別にしてあるが説明はしない。例えると遊戯王のテキストに自分ルール書いてるが見せない作戦。三毛何もかもコラボが言ってることは正しいし文句を言うな。例えると TRPG で嫌われる自分勝手なゲームマスター作戦。多分全ての筋を合わせるのであれば一の線で進めると思うのですが、この人は若年被害で東京都に、女性支援で自治体にというのが通るのか、一人に支援している内容は一緒。明らかに二重計上なんだが、いや無理やり勝ち筋探したのですが、相当厳しそうですね。裏技使うならもう一度資料を上乗せ、表4の爆誕が可能性高いですね。ただ世間が認めるかは知らんけど、続報としてお伝えしました。ご意見ご感想、コラボの次の手の予想はコメント欄までお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次の動画で